製薬。医薬品産業、医薬品産業、とは、認可医薬品を、創薬、開発、生産、市場販売する一連の産業を指す。医薬品産業には、法的規制や、特許権、広告宣伝規制など、様々な法的権利が関わってくる。特に製薬とは、医薬品を製造することである。化学工業と関連性がある。 その企業は製薬会社と呼ばれる。製薬会社は研究開発の視点から従業員数が多く、新薬開発には莫大な費用が必要とされるため、製薬企業は大規模な企業であることが多い。近年はバイオテクノロジー、生物工学の発展を背景に、その技術を応用した創薬に力を入れている企みも多い。医薬品産業は、 医療と密接に関わっており、世界的な高齢化と人口増加により、医薬品の需要が高まっている。世界の医薬品市場規模は約80兆円2006年と言われており、そのうち日本の医薬品市場規模は7兆円2004年となっている。古代の医薬は主に植物成分に由来するもので、紀元前2100年頃の設計文字による記録によれば、 シュメール人は、邪行僧や白ようなしの木の根などを処方していた。ルネサンス期には、ヨーロッパ全域で、薬草園が作られるようになり、アメリカやインドなどからは、海上交易路を通して、多くの薬草がヨーロッパにもたらされた。しかし、ルネサンス期までは分離生成技術が未発達であった、ため薬草が主たる、医薬品であった。18世紀になると、近代科学は、 急速に進歩した。有機化学の分野では、フリードリヒ・ベイラーが有機化合物である尿素を合成したことが大きな進歩をもたらし、以後、多くの有機化合物が発見、合成された。19世紀終わり頃になると、製薬産業が没効し、染色産業からの副産物をもとに、医薬品が製造されるようになり、例としてアニリン染料から誘導された。 アセトアニリド、ドイツやスイスが有機化学と合成薬品の分野で最先端の国となった。こうして20世紀までにサリッチル酸やアセチルサリチル酸、アスピリンなどの数種の純粋な合成医薬品が製造されるようにいった。製薬産業は主に次の4つの特徴を持つ。産業の特徴は蒸気以外にも様々な意見があるが、製薬が病気を治し、 生命を救う意義を持つことが第一義である。二十世紀において人類を最も幸せにしたものは医薬品、特に抗成物質であると言われている。製薬産業は病気治療、生命維持、クオリティオブライフの向上といった面で大きな役割を果たしている。具体的にはといったことで社会的に貢献しており、今後も難病と言われる。 悪性腫瘍や中枢神経系の疾患、アレルギー症状などにおいて治療法や予防法を確立することが期待されている。また、それまでは治療費のかかる病気であったものを新薬の登場により治療費を激減させるなど金銭面でも多大な貢献を果たしている。新薬開発を行うには莫大な研究開発費用が必要とされる。新薬を 研究開発し発売するために必要なコストは数百億円と言われる。2001年のタフツ大学の発表によると、1990年代のアメリカでのデータをもとに試算した結果、世界的な製薬企業が一つの新薬を発売するために必要な研究開発コストは1、0円に達するとされる。この金額は発売されなかった新薬の 研究開発費用も含めた金額である。しかし、これほどまでに多額の費用を投じて、新薬を開発しても、発売されるまでに安全性や有効性、品質に対する検査が行われるため、結局製品化されないものも多い。そのため、製薬業界の対売上高研究開発比率は、全産業中最も高く、全産業の平均が3%なのに対して、 製薬業界では8%を超える。このことは、製薬業界の研究開発志向を示唆するが、反面、十分な研究開発を行うためにはそれに見合う、利益率を確保することが重要となっており、製薬業界の利益率は、他産業と比較して、総じて高い人種となっている。これまでの製薬の特徴は、有機合成や発酵。 動植物からの抽出などによって得られた物質を分析、研究して新薬の元となる成分を探してくることであったが、この方法では新薬喪失には限界があることは以前から指摘されていた。そのため、現在ではゲノムプロジェクト等によって解析された人の遺伝子情報をもとにバイオテクノロジーを応用して新薬を研究、開発することが主流となっている。 また、これらの遺伝子情報は、遺伝子治療や再生医療といった新たな分野の医療にも役立つと考えられており、現在はすでに実用段階の治療方法も確立されつつある。世界規模で見ても、それぞれの国において、伝統的な薬業に立脚した企業、第二次世界大戦後に誕生した企業など、様々ある。しかし、近年は、 世界的に製薬業界の大再編が起こっており、欧米のメジャー企業が世界で買収合戦を繰り広げ、日本企業の中にもこれら欧米系に買収されるケースが出てきている。そうした状況を受け、日本国内でも欧米系に対抗すべく企業の大規模な再編が進んでいる。その中で目立つのは山収分離とも言うべき動きで、それまでは医療用、 病院薬と大衆薬の両方を扱うメーカーが多かったのが医療用の会社と大衆薬の会社を分ける場合が目立っている。日本最大手の武田薬品も大衆薬部門を社内カンパニー化している。製薬会社は自社開発した薬の特許収入により収益を得ることができ、ブロックバスターの開発に成功すれば市場を独占することも可能である。 しかし研究開発には、莫大な資金が必要なため、薬価の改定などで開発費の回収が困難となったり新薬を開発する前に、収益の柱となっていた薬の特許が切れて、ジェネリック医薬品が出回り経営が悪する例も多い。製薬工業は、日本の医薬品医療機器等法上は、医薬品製造業に分類され、医薬品の製造にあたっては、 医薬品製造業の許可が必要である。また、製造した医薬品を発売する際には、医薬品製造販売業の許可が必要である。日本の製薬業の歴史は古く、奈良時代には、貧民救済施設も兼ねていた製薬院が作られており、焦僧院にも当時の中国王朝から輸入したとされる薬物が残っている。しかし、この当時は、 薬草が薬の中心を成していたため、そのまま服用する化粧薬として用いられることが多く、薬は作るものではなく、どちらかというと栽培するものという時代だったと考えられ。現在でも薬草は民間療法で使われたり、薬の原材料になるものもあり、広い意味では製薬に通じる。続く、平安時代に入ってからも薬草が薬の中心を占め、 いわば薬草中心時代は長く続くことになる。この頃には輸入書籍によって漢方薬の知識が導入されるようになり、国内でも当時の医学、薬学の集大成ともいえる医新法が編纂されたが、日本で具体的な薬が作られるのは鎌倉時代以降となる。鎌倉時代から室町時代、安土桃山時代は戦乱の時代であり、 戦乱からの貧民救済を行っていた自社が、制約の主な担い手となり、東大寺の清丸や西大寺の豊か新丹などが作られている。また、個々の家で家電薬とされる和漢薬が作られ始めたのも鎌倉時代からである。この当時に作られた家電薬としては、三孔丸や宇の飛薬があり、 三光丸を作る三光丸本店は、鎌倉時代から続く現在日本で最も古い製薬企業とされ、うつの飛躍は、その後うつ救命丸と名前を変えてはいるが、こちらも安土桃山時代から続く製薬企業となっている。小規模な家単位で作られていた薬が、全国規模で作られるようになったのは、江戸時代からとされる。江戸時代は、漢方薬を中心として、 日本独自の漢方医学が普及し、薬学としての本草学も発展。人口増加や流通網の整備もあり、薬の需要と製造が増した。この頃に、紫雲校や中央校、七福、竜角山、火焼陽丸、百毒おろしといった薬が作られている。現在でも続く七福製薬と硫角酸、火野製薬はこの同盟の薬を創業の端緒としている。 商業として製薬業が発展したのも江戸時代からであり、各地で独自に薬を作っていた薬首相が大阪の土壌町に集まり、薬種仲買い仲間、株仲間の一つとして組織され、輸入漢方薬の流通を一手に引き受け、日本の薬業の中心地として栄えた。土壌町は現在でも大手製薬メーカーの本社が軒を連ねるなど、薬の町として知られる。 ここに本社を置く、あるいは置いていた、武田薬品工業や田辺三菱製薬、塩野義製薬、小野薬品工業といったメーカーは、この当時から続く、老舗の大手メーカーである。また、富山の売薬に代表される配置販売業も、この頃から急速に全国に広まった。富山の売薬以外にも、山和売薬、大見売薬、田代売薬が有名であり、 タシロ薬をルーツとする、久光製薬や、大見梅薬をルーツとする武田手培薬品など、配置販売業をルーツとするメーカーも多い。その後、江戸時代中期以降に蘭学が導入されると、解体新書に代表される多くの西洋医学書が、翻訳、出版されたり、敵塾や鳴沢塾などの私塾が各地で、解説されるなど、西洋医学の知識が入ってくるようになる。 明治維新後は、積極的に、西洋医学の導入に努め、製薬学科の設立や日本薬局方の制定を、はじめとして、医薬制度の整備、運営も行われるようになった。しかし、それまでは、薬の輸入販売が中心であったため、第一次世界大戦で薬の輸入が途絶してしまうと、軍事的な側面から、製薬の国産化が急務とされ、その結果、土生町にも、 新薬メーカーが次々と設立され、アスピリンなどの医薬品合成を行うようになり、日本の製薬業は合成化学を基礎に近代的な発展を始めた。しかし、強的な意味で製薬業が発展したのは第二次世界大戦以後のことであり、感染症に効く、画期的な抗生物質であったペニシリニア、結核の特効薬であるストレプトマイシンの国産化が、 その糸口となっている。ペニシリンやストレプトマイシンは化学合成ではなく培養によって大量生産される薬であったため、発酵、醸造技術を持つ食品メーカーが主な役割を担い、それが契機となり、現在でも製薬事業を行っているメーカーも多い。明治製菓や共和発酵キリンなどがその代表例である。その後、 1961年に導入された国民みな保険制度により国民が医療機関で診療を受けやすくなり医師の処方箋を必要とする医療用医薬品の需要が高まり急成長する。それまでは大衆薬 OTC 医薬品の販売が主流であったが1960年代に製薬業、医療機関ともに技術革新や新技術の導入。 販売促進強化などを行ったために、医療用医薬品の生産金額急速に伸び、1970年代初めには1兆円産業に成長し、現在までの製薬業の発展に寄与している。日本の製薬企業の売上規模は、世界的な企業と比較して、相対的に低い水準に留まっている。例えば、国内最大の売上を誇る武田薬品工業は、世界規模では、 トップ12も入れていないなのが身である。これは日本の製薬企業数が2000社を超えており、裾野が広いために売上の上位集中度が低くなっていることや、研究開発費用が相対的に低く、世界的な新薬が少ないことなどが原因とされているが、外資系メーカーの国内進出や買収が活発であることから、今後は内資系メーカーの国際競争力や、 資本強化が急務とされており、大型合併なども続いている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。